自己紹介します。私、三河健一改めレンタル端っこ歩く人です。お願いします。頑張っていきたいと思いますけどもね、皆さんはですね、不惑という言葉ご存知でしょうか。こちらですね、中国の思想家の孔子という人が、残した言葉なんですけども、四十にして惑わず、孔子が40歳になった時に、世の中のいろんなことに戸惑わなくなったということでこの言葉ができました。他にもですね、15歳の時に私学、学問を志した年だと。そして30歳で自立、これは、自分の考えをしっかり持って世の中に出れるようになった年だと、ね、で40歳で不惑というようなのがあるんですけども、ちょっと僕これを見ましてですね、ちょっとですね、おいおい孔子と、15から30の間抜けてないってなんで大丈夫って、うっかり3回はですね、なのでですね、今日はですね、俺が補完してやんよということで15から間ざっくり抜けてますから、16とか17とかその辺を僕が自分で埋めていきたいと思いますということで考えてきました。不惑、不惑、四十にして惑わず、小不惑、16にして数学の答えすごい分数になっても惑わず普通は不安になります。でもそれ15までですね。普及、17にして隣のクラスが先に帰りの会終わって下校しててもそわそわせず早く帰りたい気持ちになっちゃいますね。浮遊、18にして文化祭で午前中で売り切れて午後やることなくなったクラスの教室で風船ボンボン叩いて遊ばず文化祭今になって見に行くと空いてる教室はもう必ずこうなってます。負傷、19にして感想でキャラクターのセリフパートがあるアニメソングをカラオケで入れてしまっても照れずあそこを全力で歌えないのが18歳です。ふぽて、20にして店内で一人でシャカシャカポテトを振る時の音の大きさに照れず一人だと倍ぐらいの大きさに聞こえます。ふこめ、21にしてソフトクリーム地面に落として米田コーヒーのやつみたいにせず完全に落としたフォルムです。腐敗、22にして居酒屋で最近知ったハイネケンの看板を見てハイネケンじゃんとわざわざ言わず大学生が言いましたこれ。腐敗、23にして海の底だけ生ぬるいところに入っても嫌な気持ちになる謎にぬるいスペースがあります。不冷、24にして冷凍グラタンの袋に書いてある加熱時間に騙されて真ん中だけシャリシャリにならないグラタンもいい加減学習してほしいです。不走、25にして居酒屋でちゃんじゃとタコワサどっちも頼んで飽きて結構残さず味が似てるんでどっちか余ります。これ不明、26にして PV というか MV というか迷わず一つの文章で言い訳ちゃう時もあるぐらい迷います。これ不愛、60にして最近は芸のない芸人ばかりだなという1万回見たことある芸のないコメントをヤフーニュースのコメント欄に投稿せずジジイが言いがちですはい、ということでいろんな不惑を紹介していきましたけれども、ちょっと僕のフリップに勝手にバイタスのクラファンのリターン書いた人誰ですかやめてください。ありがとうございました。